大谷渡りはシダ植物門、茶泉シダか茶泉シダ族に属する日本南部から台湾の森林内の樹木や岩などに着生するシダ植物である。単に谷渡りとも言う。本州南岸以南に分布するが南では近似種が他にもある。和名大谷渡りは漢字で大谷渡ると書き表され、本種が谷間のやや湿った樹林内で、 樹幹や頑状に着生している姿が、シダは谷を渡っていると例えられたものとされている。別名で、谷渡りとも称される。中国名は、オウブロコス、ワラビ、韓国名は、である。日本南部の団地から台湾にかけて分布する。日本では、伊豆諸島、紀伊半島、九州の南部と、西部、南西諸島に分布する。着生植物で、熱帯や亜熱帯では、 樹木の幹や枝に付着して成長する。ただし、日本本土など、比較的寒冷な地域では、岩の上や地上で生育するものが多くなる。茎は短くて直立する。茎の側面は、たくさんの根が出て、黒か主色の、ふわふわしたスポンジ状の塊となる。葉は、茎の先端に集中して放射状に配列し、斜め上に伸びるので、全体としては、追い口のような姿になる。 単葉で細長く、先端が尖った、光線形で、切れ込みなどはない。主軸は、しっかりしていて、褐色に色づく。基部には少し葉平があって、輪辺が密生する。胞子脳群は、葉の裏側に並ぶ。多数の直線状の胞子脳群が、葉の先端の型から、中ほどまで葉の幅3分の2から4分の3以上に、渡ってつき、多くは一つ置きの葉脈ごとに、 主軸の両側に主軸から斜め上方向へ平行に並んでいる。葉が追い口型になるのは落ち葉をここに集めて自分が成長するための肥料とするための適用と考えられる。ここに溜まった落ち葉はやがて不要度になり葉の間から出る根によって保持され株の成長とともに株の株に発達する根塊の一部となる。このように大量の根垣きの絵に 大きなクッション状の構造を作るため、ここに根を下ろして生育する植物も出現する。沖縄では、大谷渡りや、島大谷渡りの大株には、必ずと言って良いほどその下の根の部分から、着生性のシダ植物である、シマシシランが、多数の葉を垂らしているのを見かける。同様な着生シダの一つコブランも、このようなところに生育する。また、ここに潜り込む昆虫もおり、 東南アジアにはこの仲間の今回にのみ先行生活をするクロツヤムシの存在がよく知られている。このように谷渡り類の今回は一つのまとまった生物群衆を支えることとなる。日本本土での生育地のように陶器に霊量な場所では生育や繁殖の速度が遅く山林の減少や園芸目的などの最終圧により減少を続けている。 近縁種の島大谷渡りと共に、絶滅危惧愛美類に指定されているほか、各県のレッドデータブックでは、かつて四国地域で生育地が認められていた高知県、徳島県で野生絶滅、東京都、三重県、和歌山県、宮崎県、熊本県、長崎県、福岡県において、絶滅危惧愛類、鹿児島県、沖縄県で、絶滅危惧ー類に指定されている。 日本には本州南岸以南に分布し、3種ほどを区別するが、区別は難しく、種の範囲についても疑問が多い。近年、分子生物学的手法による細分類が行われている。大型の葉を生け花に使ったり、鉢植えなどの園芸用に、主に観葉植物として利用されており、大柄で見栄えのする姿であるため、栽培されることも多い。欧米でもバード、 エスネスとフェルンと呼ばれて人気がある。海外で栽培されるのは、島大谷渡りの場合が多いとのこと。ただし、それが目的で乱獲され、そのために激減している地域もある。和歌山県の南部海岸沿いには、何箇所かの自生地があるが、大抵の土地で自生株がほとんど残っていない。栽培するための乱獲が原因である。地元では、 栽培を続けているところもあるので、それを元の自生地に植え戻す活動も盛んに行われているが、洞窟も後を絶たず、いたちごっこの様相を呈している。その一方で、沖縄諸島以南で多い八重山大谷渡りは、生活圏から山林までの間に普通に見られ、繁殖力が旺盛で、数を減らすことはあまりない。観葉植物としては、海外の禁止種も持ち込まれている。 なお、小谷渡りも、欧米では、栽培種として人気がある。八重山大谷渡りの新芽とタコの炒め物起源種の、八重山大谷渡りの新芽は、特に、八重山諸島で多く、食用とされる。そのまま天ぷらにすると美味しい。八重山では、チャンプルーの具材に用いられることもある。台湾では、主に島大谷渡りや琉球鶏の寿司だの新芽を、山外称して、 ニンニク、梅干しなど好みの調味料と炒め物にして食べることが多く、食用に広く栽培されている。伊豆の青ヶ島で、青ヶ島酒造が生産している、青中ブランドの焼酎には、いった大麦に、大谷渡りの葉を被せて、麹を定着、発酵させる過程がある。ありがとうございます。